こんにちは、みなみです。こんにちは、りくです。こんにちは、みままです。はい、謎のメンツかもしれない。そうですね、なかなかないメンツですね、はい、今日はみんな大好き GU さんで、私がるいかとママをコーディネートしていきたいと思います。イエーイ。みみにコーデしてもらえるということですね。そうですね、はい、秋っぽコーデを、うん、組んでいただきました、みなみさんに。一応ね、はい、一緒には行ったんだけど、うん、サイズ感だけ見るっていう項目で行ったので、コーデには一切口出ししておりません。はい、早速紹介していきます。それではスタート。はい、じゃあまずルイカから紹介していきます。まずトップスがこちら。じゃじゃーん、かわいい。かわいい、見て、かわいいよね、広々ね。これはサテンスリーブセーターです。 S サイズ。中が冷たくてサラサラしてる。まあ、まだちょっと暑かったりするじゃん。そうだね、でも長袖着たいって時に袖が涼しいから全然暑いとかっていう感じがしない、うんうん、色もちょっと秋っぽくしてみました。軽く着れるし、うん、袖が可愛くて、あんまりこういうひらひら着ないから、うん、でもまああんまりガイだと嫌がるかなと思ったので、暗めな色の感じにしてみました、うん、かわいい、いい感じ。これママでも着れそう。確かにね。ズボンはこちら。おお、フロントボタンイージーテーパードパンツ。うん、これはガールズだから、キッズ系の、うんうん、150だね、うん、かわいい。え、絶対これ合うよ。え、なんかすごい大人っぽい感じ。まあやっぱいつもスポーティーな感じだから、うん、ハイウエストなのかな。そうそうそう、かわいくない。うん、かわいい。横にゴムがね、クシュクシュってなってて、うん、かわいいです。かわいいです。いいですね。まあ、やっぱ黒は取り入れつつ、はい、いつもと違う感じの秋コーデ、うんうんうん、ですね。なるほど。こちらで、まあ、大人っぽい感じにしてほしいですね、うん、おー、これで全身がなんとなくわかりましたね、はい、かわいい。あとバッグがあるんですけど、おちょっと柄あった方がいいかなって思って、うん、かわいいのを見つけたから、おうわー、ボックスミニショルダーバッグ、うん、クルマサイズの1990円です。おぉ、肩掛けですね。そう、かわいいよね。ポケット、そうそう、え、外側にもある。外側に、中にもまたポッケット。おぉ、これでいいかね。リカさん、終了。はーい。で、ママなんですけど、はい、私、先に言っていいですか。一個、ミミにリクエストしてて、シンプルなのがいいと、うん、まあ、ちょっと違うけど、シンプルなのがいいよっていうことだけお願いしました。そうそうそう、シンプルなのって言ったらめちゃめちゃ悩んだんですよ、うん、基本ね、ほら無地でシンプルなんだけど、こう多分ミミはコーデするときにちょっといつもと違う感じにしようとするかなと思ったので、違いつつもシンプルでお願いしますって言って、そうなんですよ ね、言ったんですよ。まあ、それを踏まえてミミが選んでくれました。はい、じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん。ママはこれ1個なんですけど、ママの服はこちらです。私選んでたの知って、おー、これにしたの。そうだよ、シャツスリーブニットワンピース長袖 S サイズの2999円です。あ、2990円。あ、ママが好きなやつだ。分かってる。ママワンピース最近着るようになったじゃん。なってなってる。だけど、ウエストで絞るタイプがママにはスタイルよく見えるっていうことに気づいて、うん、ちゃんとそれを選んでくれてます。嬉しい。あ、しかもこういう感じは持ってないぞ。え、なんかこの上だけはなんか見たことある。うんうんうん。けど それがワンピースになるっていうのは見たことなくて。これ楽ちんじゃん。2枚重ねしなくていいじゃん。袖だけシャツの素材になって、うんうん、他はニットみたいな。え、いいですね。はい。はい。という感じですね。はい。はい、以上でございます。イエーイ。ちょっと着てもらいたくて。お、はい、着ますよね。ます。そうですよね。じゃあ、お願いしてもよろしいですか。あ、ちなみに1個いいですか、うん、これ同じ時に買ったんですけども、着ちゃってます。はい。こういうの。こういうの好きなんだよね。好きだよね。うん。これ XL なんですよ。XL。レディースだよね。うん、レディースの XL、うんうん。ここのね、袖が結構ダボーっとしてて、ほんとゆるっと着れる。XL を買いました、みなみさん。じゃあ着替えますか。はい。はい。はい。で、ちょっと、靴は、なしで。靴はなしで。はい。じゃあ、また後で。また後で。
はい、着替えたみたいです。せーの、じゃーん。なんか服が出てるぞ。え、右、ひどい。あ、私の抜け殻です。おいおいおい失礼いたしました。なんかスリッパが、あ、これ GU で買ったよ。欲しくて買ったらしい。もこもこ冬用のスリッパが欲しいって言って買いました、うん、なんかね、珍しい感じ。なんか うん、ママね、しっかりした感じあるじゃん、うん、だけど動きやすい、すごい、うん、151センチで S サイズです。こんな感じ、長さはいい感じ ね、ちょうどいい、うん、ルイカのすごいよ、なんか大人っぽい。なんかこれにさ、羽織物したらもう冬でいいじゃん。かわいい。で、ルイカさんのこのパンツはポッケが1、2、2個あります。はい、はい、ママのはポッケなしです。ないですね。ユミがさっき言ってたんだけど、このバッグは、まあ、ママが持ってもいい感じ、うん、でこれね、めっちゃ軽い。うん、だよね。ポケットいっぱいあるし、うん、これが柔らかいの。うん、柔らかい。だから結構開く、ここで。いいですね。そう、硬いやつだとね、こういうチャックだとさ、そうそう、開きにくいやつあるじゃん。全然開かないし、痛いんだよね、うん、手入れると。携帯ここにも全然普通に入るし、うん、いいと思う。いい感じじゃないでしょうか。イエーイ、ありがとうございました。なんかあんまりない企画だった。そうだね、うん、この、もうこの3人がないよね、ない、あんまりね、うん、今あれね、じゃあ編集しております。ありがとうございます。頑張れ頑張れ。はい、ということで、いい感じにできました。はーい、私も着たいですね、両方とも。うん、これ全然ミミも着れると思う、うん、まあ私たちの大好きな、まあ、秋とか冬とかが、うん、そろそろ来るってことで、うん、まあ、ぜひ参考になれば嬉しい。はーい、ですね。本当にいろいろ可愛いなったよね。本当にあった。なんかそう、モコモコしたりしてるのもあったし、うん、革ジャンとかもあった、うんうんうん、だからめっちゃ悩んだ。あー、なるほどね。またね、冬だったら羽織物とかあってもいいけど、うん、まだ暑いから。そうだね、まだね、これぐらいで十分かも。ちょっと先に秋コーデはいさせてもらいました。はい、ありがとうございます。今度ママがね、ミミのコーディネートしたりとか ね、はい、いいですね。最後まで見てくれてありがとうございました。では、バイバーイ。かわいい、これ。なんかこれさ、紐取れるの。あ、そうなんだ。そう、だからベルト変えてた方もいいかも。あ、確かにね、すごいね。そう、はい、バイバーイ。